ご視聴ありがとうございます。新年明けましておめでとうございますえ。昨年2021年はですね、本当にたくさんのえ作品のご視聴を賜りまして、本当にありがとうございました。また12月でこのチャンネルが4歳に えー、なったわけなんですけども、0歳、1歳、2歳、えー、の時とはですね、えー、比べ物にならないぐらい、視聴者の皆さんとたくさん交流をする年でございました。本当にですね、いつも仲良くしていただいて、ありがとうございます。そして、先月、2021年12月、 はですねえー、このチャンネルの歴史の中でも一番激動の月だったと思います。これ実は今撮影してるのが1月、えー、1日のですね、1時4分。まあ、新年が明けて1時間後、えー、になるんですけれども、まあ、ご存知の方ね、 この動画見てる人の中だと多いと思うんですけど、このチャンネルの誕生日、12月16日、12月16日なんですが、えー、先月のその16日から今日のこの動画まで、17日間、毎日投稿をしておりました。で、 この動画がその毎日投稿の最終日です。で、まあ、この時間にですね、撮影ができているので、まあ、おそらく問題なく、この動画を編集して、予定通り、1日の22時に、プレミア公開して、今、皆さんと、えー、僕とで、みんなで、まあ、チャットでワイワイしながらこの動画を見れてるんじゃないのかなと、えー、思ってます。 まあ、きっとそうなってると思います。はい。で、まあ、その激動っていうところですね。本当に言葉の通り非常に激しかったです。12月は。あの、本当にいろんなことがありました。まあ、チャンネルが4歳になってね。っていうことでこの毎日投稿を始めたりとかして、まあ、それで非常に エネルギーを使ったっていうことも、まあ、あるんですけど、まあ、他にもですね、まあ、いろんな、えー、新しいことが、まあ、始まったりとかあとはこの毎日特訓を始めるにあたって、まあ、予告していたけど実はできていなかったこととか、まあ、ちょっとですねいろいろ反省点がいろいろ反省点が。 あります。で、まあそういう面も含めてですね、まずはちょっとですね、まあ新年、まあ一発目から、ね、新年一発目の動画であれなんですけど、まあちょっと皆さんに、まあ謝っておかないといけないことがあるかなと思ってます。まあコメント欄とかでもですね、まあ特に誰も触れてないので、まあ気にしてる方は少ないのかもしれないんですけど、あの、 元々ですね、毎日とか始める前に、えっと、この期間中にですね、えー、こんな動画あげますよとか、まあ、こんなことやりますよっていうのも2021年中結構言い続けてきたのことがあって、例えば、この毎日期間中、毎日投稿期間中に、ドクター聖夜シリーズ上げるよって言ってたんですよ。とか、サブチャンネルの方で、 脱毛企画の第、次何話だっけ ?4 話かな僕は年末にあげるって言ってたりとか、2022年のですね、これが一番ちょっと悔しいところなんですけど、ま、カレンダーを、えー、作ると、ま、言ってたりとかですね。実は結構、この毎日投稿期間中、予定を入れ替えたりして、というか、 うん。あんまりですね。予定通りに実は行かなかったんですよ。まあ一応、ね、17日間毎日作品を出すっていうこと自体は、まあしっかりと、まクリアはできたんですけど、もともとこう予告していたことだったりとか、やりたかったことっていうのが100、100%やりきれなかった。うん、っていうところでですね。 非常に反省点が残るというか、悔しい。<coughs> <coughs> <coughs> まあ、非常にですね、悔しいなっていうところです。はい。なので、そういう予告をしていた、えー、ことに対してですね、こう少しでも期待を してていいただいてただ方、楽しみにされてた方がいらっしゃいましたらですね本当に申し訳ございませんでしたはいでまあこういうですね、まあ、謝罪の、えー、気持ちもありましたのでは、そういうね雑談をもともとする予定だったんですけどまあさすがに寝ながら謝るのはどうなんだっていうことでちょっと ま、せめてものっていうことで。まあ、一応お布団の上ではあるんですけど、まあ、座りながら、ね、まあ寝ながら、寝ながらよりかは、マシだと思うので、まあ、こういうスタイルで今回は、ま、お送りをしているんですけど。うん、まあね、と言いましても、まあ、新年早々からね、暗い雰囲気で始まるのも、皆さんもね、ね、お望みではないと思うので、 まあ、反省点を反省点として、まあ、しっかりと反省をして、次に生、えー、かしていきたいと思ってます。まあ、くよくよしててもね、仕方がないので、はい。なので、えー、もう、ここからは、えー、しっかりと、次に向けて、上に向けて、前に向けて、話をしていきたいと思います。えー、とりあえず、 この毎日投稿期間、皆さん、えー、どうでしたでしょうか本当にね、つい何時間前だろうね。6時間ぐらい前まで、あの、この日の前の動画の編集をまだしてたって感じなんですよ。で、そこからアップして、プレミア公開チャットして、で、アークヨメ動画編集して、アップして、で、今っていう感じなんで、 Twitter にあげた、えっと、年越しわかめぐらいしか、ここ24時間でご飯も食べてなかったりとかして、まあ結構ですね、頭が働いてないような状態ではあるんですけど、皆さんその毎日投稿で、ね、まあ結構ギリギリの中でやりくりしてきた、えー、この企画、17日間の毎日投稿ですね。 ませっかくなんで軽く振り返りたいと思います。まず1日目はですね、はい、毎日投稿開始の合図の動画を出して、4歳記念ライブをやりました。なので1日目は、まあ、作品と言えるようなものではないかもしれないけど、ここで2作品ですね。そして2日目、これは NG なじ、NG なし。 質問コーナーナをやりましたえっ、ー、と40何問の質問に対して NG なしで、えー、もうぶっちゃけトークお風呂の中で答えさせていただきましたこれ3作品目ですねそして次3日目の動画これは添い寝彼氏の寝つかせトントンいびき動画これ1時間の動画ですね えー、JGA さんというですね、ジャパニーズ・ガールズ・ ASMR。女の子ばっかりが出演をしてらっしゃるチャンネルと、このセア・ ASMR、一回だけね、コラボしたことがあるんですよ。えっと、9月か8月だかにコラボをして、で、その時にですね、まあ、実は一作品だけため撮りしてて、それをここで出しました。はい。これが4日目で、これが3日目の4作品目ですね。 で、4日目。69秒ロールプレイですね。5作目になりますね。はい。まあ、内容、タイトルとしては、挿入後。めっちゃ濡れてるやん。まあ、動かすで、みたいな、えー、な感じの冒頭から始まって。まあ、オチとかはね、まだ見てない人は見てみてください。で、次、5日目。これは、ゾア限定の動画を出しました。 YouTube ではね、まあ本当に最近厳しいんで、YouTube が。ちょっと過激めな動画に関しては、ニコニコとか、まあゾワとか、それぞれの場所にあったものを上げてます。で、ゾワ限定は、片方が綿棒耳かき、で片方がえ耳舐めこれを交互にするような感じのですね、動画を出しました。ゾワはね、ループ再生がめちゃくちゃ簡単にできるし、 タイマーも設定できるんで、あの、非常にですね、睡眠用に使ったりとかする分には、あの、非常に適しているアプリです。なので、こう、YouTube ちょっと使いづらいなって思う人は、一回ゾアっていうアプリをダウンロードしてみてください。で、ゾア限定再生リストっていうのもね、用意してて、今耳なめの作品が4作かな、出てるんで、耳なめが好きな人は、一回ゾアに。 行ってみましょう。はい。これが6作品目ですね。で、次が6日目の7作品目。これはね、海ぶどうの咀嚼音動画でした。20分間、海ぶどうをプチプチする動画ですね。で、次7日目。これ8作品目です。これは、さっきの海ぶどう。実は Amazon の欲しいものリストから視聴者さんに送ってもらったやつなんですよ。なんで、 ま、初めてね、プレゼントをもらったっていうことで、そのプレゼントの開封動画を30分くらいかな、えー、確か撮りました。で、プレゼントを送ってもらうことがあった場合の話とかもね、あの、ここでしましたね、はい。で、4日目、めっちゃビクビクしてるやんっていうシチュエーションボイスと咀嚼音が合体した動画ですね。 これ9作品目になります。はい。まあ、視聴が好きな人は、これぜひ聴いてほしいですね。そして、9日目。これは、聖夜サンタからのクリスマス ASMR です。これ10作品目になりますね。で、その動画の中で、えー、カットをしたシーンというのを、ファンティア、 っていうですね、まあ、ファンクラブみたいなものを開設できる YouTube 以外のサイトがあるんですけどそこの中で、まあ、R18、ねうん、っていう部類であの、まあ、ちょっと YouTube では話せないようなものを上げさせていただきましたであのもう含めると9日目で 11作の作品ができているわけなんですけど、実はこの4歳記念ライブ、1日目の中で新しいことをですね、何個か発表したんですよ。まあそれが、まあセア ASMR のですね、公式アプリびっくりハテナが、まあできましたよ、とか、あとラブレターね、ファンレターが送れるようになりましたよ、とかね、 あとは新しいグッズができましたよというところだったりとかそしてさっきおっしゃっお伝えをしたファンティアね聖夜 ASMR が聖夜が運営するラブホテルですよっていうような感じでキャッチフレーズというかテーマというかやってるわけなんですけども聖夜 ASMR は YouTube 以外でも 動画を、作品を投稿しているね、ことは皆さんご存知だと思うんですが、YouTube は一番作品数はあるものの、結構規制に悩まされていろんなことを、いろんな活動を、まあ、作品投稿活動をしてきているんですね。なのでその規制とか枠とかに囚われてると、まあどうしてもね、なんというか、 皆さんに喜んでもらえる作品作りをするのが非常に難しかったりとか、あとは自分が満足できる作品を作れなかったりとか、まあすることがあって、まあそれを少しでも解放できる場所がニコニコとかゾウはだったわけなんですけども、やっぱりそこでもね、ある程度のラインっていうのがまあ引かれてるんですよ。でも、そのラインを もう、ほぼ完璧に取っ払えたのが、このファンティアなんですよね。そのラブホテルの名前のことを、満開の姫って書いて、万開きラブホテルって命名したんですけども、でまあ、また、この万開きラブホテルに関しては、詳しいことを解説した動画を、まあ中身には触れずに YouTube で、それ専用の動画とかね、 まあ、ラブホテル案内動画撮ったりとか、え紹介をすると思います。まあ、まだね、知らないよって人は、一応ファンティアの URL、概要欄に貼っとくんで、あのー、ぜひ、ラブホテルの館内を見に行ってみてください。はい。では、戻りまして。え次、12日目ですね。間違えた。 次が10日目。双子の泡まみれサロン。これで、ね、めちゃくちゃお気に入りなんですよね。これが12作目の動画ですね。はい、双子の、えー、聖夜がですね、右と左から、えー、皆さんの体を洗うというシチュエーションボイス付き、えー、双子のサロン。衛星もある。<laughs> なんかごちゃついてますけど。これはね、あの本当に あの、めちゃくちゃ自信作なんで、マジで見てください。う見てない人はね、はい。で、次が11日目。これまたファンティアの作品です。新婚夫婦のラブラブ生活。ルート X。まあ、ルート3ですね。完全に R の。18ですね。中身はもう YouTube では言えないです。 申し訳ないです。これはもう一回ツイッターのページ下に貼っとくんで、ツイッターに一回飛んで、そこからそこのページ行ってみてください。あの本当に普段 YouTube の性愛 s m r から知らない人からするとびっくりするような内容になってます。はい。ちょっと言えないです。で12日目は新婚夫婦のラブラブ生活。 ルート1、ルート2を出しました。だから、14作目、15作目が、えー、12日目で出たと。いう感じです。ルート1が YouTube。ルート2がニコニコで上がりました。はい。で、ルート13ですね。間違えた。次が13日目。ごめんなさい。頭回ってない。これが抜けない毎日。もう限界です。ということで、結構ね、 もう12日目ぐらいの時点で、あの、12日で15作でしょもうね、カツカツだったんですよ。あの、11月の半ば、いや、上旬ぐらいからかな。この毎日投稿期間っていうのを企画して、結構準備してきてたんですよね。でも、なんていうのかな。YouTube のシーンさんのために編集し直したりとか、編集だけをしたくないっていうことで、 ね、コーン詰めたりとかしてると、ギリギリになっちゃって、いろいろね。だから13日目は、あの、本当に、いろんな意味で抜いた動画を出しました。はい。何を抜いたか気になる人は見てみてください。で、これ16作目ですね。で、14日は、美容液をめちゃくちゃ使ったパンパン動画ですね。はい。めっちゃ、 肌と肌をパンパンさせました。声は出してない無言のパンパン動画です。はい。これは14日目なんで、17作目ですね。で、15日目。これが人気 ASMR シリーズ。まあ、69秒ロールプレイですね。これが23作。これまで2年間で作ってきた。2020年。 1 1月に第弾が出て2021年12月で23作品目が出たんでそれをですね一挙に再放送したまあ年末特番みたいな番組ですね前後でねあの数分ずつ話もしてるんで69秒ロールプレイが好きな人は必見の動画になってますそして16日目 お腹減ってるみたいです。で、16日目が、えー、七胞 ASMR 作品の制作日は、ま、昨日の、ま、昨日ですね、上がった動画です。これね、めっちゃ長い。62分の、62分の動画です。このセ e a s m r の動画、シチュエーションボイス作品、ASMR 作品が、 ま、どうやって、こう、企画して、生まれて、撮影されて、どうやって編集して、どうやって、皆さんの前に、作品が届けられているか、っていうことをですね、62分をかけて、あの、解説した動画です。まあ、あの、睡眠用ラジオ的な感じで使えるように、ゆったりゆっくり、あの、ゆるーく、 話してた動画なんで、まあ、内容自体は、ね、なんていう、めちゃくちゃ詰め込まれた感じではないんですけども、なんていうのかな。ええー、自分がこのチャンネルの作品にどれだけ真剣に、まあ、向き合っているのかが伝わるような内容になっているので、なんだろうな。 こう、このチャンネルの作品だけじゃなくて、まあ、その奥にいる、こいつね、こいつにちょっと興味がね、あるよとか、好きだぜ、みたいな人は、一回ね、これ見てほしいなって思います。この、17日間毎日投稿の作品の中で、一番見てほしい動画です。その62分の動画が。で、 一番一番音的に、えー、自信があるのが双子の、えー、体を洗うサロンですそして過去一の神作品が実はこの毎日投稿期間中にできてそれは新婚夫婦のラブラブ生活です。 ま、ルートが三つあるので、あるんですけど、特にルート1とルート3。まあ、ルート2に関してはね、正直ルート3のサンプルみたいなもんなんで、まあ、あれに関してはね、まあ、なんというか、おまけみたいなもんにはなっちゃってるんですけど、ルート1は過去一の癒し作品だと思ってます。優しい旦那さんがね、新妻を、 癒してくれる。そういうのほほんとした。癒しキュンキュンラブストーリーシチュエーションボイスです。ルートさんは、もうここでは言えないです。一言で表すとするのならば、子作り。うん。 今なんか聞こえましたか何も聞こえてないですよね。大丈夫大丈夫ですよね。うん。YouTube で言えない言葉を言っちゃったのかと思って焦りましたけど。そうなんですよ。あの、うん。そんな、神作品ルート1とは違う別の結末なんですけど。いや、マジであの多分ね、これ超えれる作品を作れる気がしてないんですよ。 ファンティアでもね、ゾウでもね、今後も定期的にそこ限定の動画を出すんですけど、超える気がしないんですよね。この、ルート1とルート3に関しては、その癒しと、その方面で言うと。それぐらい自信作なんで、c i s m ルのファンなんですって言う人にはね、マジでこれだけはコンプリートしててほしい。って思ってます。 それぐらい自信があります。それぐらい気に入ってもらえると思います。で、今日の17日目ですね。新年のご挨拶と、反省点と、まあ、これからのことを話していく。そんな動画です。まあ、ちょっとね、あの、振り返りの部分が多くなっちゃったのかなって思うんですけど、え次はね、あの、しっかりと、これからのことに関して話をしていきたいと思います。 まずはね、あのー、今年の目標、ありきたりだけど、言いたいと思います。2022年は、チャンネル登録者を10万人、目指します。本気で目指します。12月のこの毎日投稿期間、ね、毎日見てくれてた人は、伝わってると思うんですけど、今マジで本気で夢このメインチャンネルを伸ばそうと思ってます。 で、それもあって、サブチャンの更新控えて、その脱毛企画ももう今、そっちのけで、このメインに、めちゃくちゃ力入れてる段階で、で、この17日間毎日投稿のテーマっていうのは、視聴者の皆さんと、せいやの、心と体の距離をぐっと力づける、密着度アップっていうのが、テーマだったんですよ。っていう意味で、 その、規制線を全く取っ払ったファンティア、マンビレ引きラブホテルっていうのを新しく作ったりとか、その公式アプリびっくりハテナっていう、常にセイア・エセマラの最新情報をたくさん確認できる場所を作ったりとか、ラブレター、お手紙とか、プレゼントを、実物をここに送れる仕組みを作ったりとか、あの、結構ね、その密着度アップっていうことに関しては、 あの、仕組みとしては作ったんですよ。だからこれから先は、もっともっと、たくさん、あの、いろんな人に知ってもらって、もっともっとこのチャンネル、せいや自身を好きになってもらって、チャンネル登録者で10万人いって、最後の密着ダップ。最後じゃないな。もう一段階、密着ダップ。オフ会をしたいと思ってます。10万人達成したら、 速攻企画して速攻やります。で、そこで ASMR 撮影を来てくれた方に、方と一緒にして ASMR 撮影の体験会とかもやりたいと思ってます。で、それを達成するためにいろんな仕組みを今作っているところです。いろんなことを始めたって感じですね。で、まあちょっとね、こう、 10万人に達成するのにブーストがかかりそうだなっていうじ事件が実はあって、12月に。12月の23日かな。中国で、なんだ。中国版ツイッターに Weibo っていうのがあるんですけど、そこでね、60何万人ぐらいいるフォロワーを抱えた有名なブロガーさんなんかなが CISMR を取り上げてくれたみたいで、ツイッターのフォロワーがね、 この一週間で2000人ぐらいかな増えたんですよ。まあ、で、YouTube のチャンネル登録者も多分中国経由で何人だろうな。500人ぐらいは最低でも増えてるはず。なんですよね。まあ、あもう年末にかけていくと、ま、あ年末あたりになると落ち着いてきてるはいるんですけど、ただその一発の そのね、取り上げていただいたことだけでそんだけ増えたんで、ちょっと中国とかの方にもですね、まあ見てもらえるようなことをすると、もしかしたら、もしかしたらですよ、あっちゅう間に10万人いっちゃうんじゃないのかな、なんていう、実は夢も見てたりしてます。そんなこともあってですね、実はまた新しいことも始めたんですよ。新しいこと始めすぎって思うかもしれないですけど、 10万人を達成するのは今のこのチャンネルの実力だと結構なかなか難しいと思ってていろんなことにチャレンジしてその中で可能性があることをだけをどんどん残していきたいと思ってるんでとりあえず全力で全部チャレンジパンチしてってクリーヒンヒットしたところにこうこれでもかってぐらいやっていきたいと思ってるんですよ だから、そのために始めたのが、これね多分まだ知らない人多いと思うんですけど、Apple Music とか、a ワ w とか、Line Music とか、YouTube Music、Amazon Music とか、ね、いわゆるサブスクシ、サブスクリプションと言われるところに、CISMR のえシングルが、<laughs> CD みたいですけど、 6分30秒ぐらいの作品がすでに公開されてます。つまり、全世界に CISMR の音声作品が公開されました。まあ YouTube もね、全世界から見れるんですけど。はい。まあもっと世界に届きやすいプラットフォームに配信されました。で、実はその配信先の中に中国の サブスクリプションのえサービスもあったりし,してるんですよね。で、思ったより、思ってたよりも、そのシングル、シングルだからあんまり再生されないと思ってたんですよ。試しに出してみたって感じだったんで。でもね、案外ね、再生されたんですよね。告知も全然してないし、あの、シングルだし。 期待値が低かったんですけど、行ったんで、サブスク第2弾ね、出す予定です。1月中にやります。どんなやつかっていうと、実はもう録音してるんですけど、耳なめです。1分ちょっとのシングルを、まあ、4五50本ぐらいでアルバムにして、リリースする予定です。 で、それぞれの、えー、1分ちょっとのシングルが全部違う雰囲気で耳なめしてます。だから、お気に入りの耳なめだけを自分のプレイリストに追加してやることで、皆さんだけの、あなただけのお気に入りの耳なめ作品を作れるということになります。で、順番変えれば、 その日の気分によって舐められ方も変えれます。シャッフルでね、再生すれば毎日違う耳投げ、耳投めが聞けます。そんなちょっと面白い試みもやろうと思ってます。で、これは今回出したシングルなんかよりもめっちゃ力入れて告知もするつもりだし、中国の方々にもね、たくさん見てほしいと思ってる。 まあ本当にガチで10万人目指していきます。そしてさらにその次の目標としては19万1919人のチャンネル登録者です。これは達成したらもうオフ会とかじゃなくて CISMR のスタジオ オトフェジ病院っていう名前のスタジオを作ろうと思ってます。そこでどんなサービスを提供するとかは、まあ詳しいことは決まってはいないんですけど、まあ最低限貸しスタジオとして。あとはね、まあバーテンの飲食店やってた経験があるから、ちょっとしたカフェみたいなのも併設したら面白いかななんて思ってたりとか。まあ、やれることはたくさんあるから。 非常に楽しみではあります。うん。そんなことも企んでます。なので、そういったことの実現のためにも、まあね、このチャンネルなかなか友達家族とか同僚とかにね、紹介しづらいチャンネルだと思うんで,ですけど、今後はもっとね、このチャンネルがやってることを、いろんなことを、 知ってもらいやすい仕組みだったりとか、このチャンネルを友達に紹介しやすい、なんかこう動画だったりとか、なんかね、本当にね、だって今日言っただけでもいろんなことありすぎて多分頭整理つかない人多いと思うんですよ。俺も今、頭が整理できてない。本人も整理ができてないんで、ね、ちょっとそういうのも、 完璧に整理した動画、ブログがわかんないけど、なんか作れないとなって思ってます。はい。ただ、その辺のね、今散らばってる歯車が、全部カチッと噛み合った時にはね、すごい力になると思うんで、2022年は、その歯車合わせにめちゃくちゃ力を入れていきたいと思います。まあ当然ね、 作品作り。まあ、なんとかね。毎日10時間以上。10時間なんかじゃ効かないな。平気で多分、16、7時間ぐらいかな。そうだ、そのぐらいだな。毎日睡眠時間、5、6時間。それ以外は、もう、飯、風呂、トイレ以外はずっとパソコン、もしくはカメラの前だったんで、この毎日投稿期間中はね。それぐらいやってたんで、 まあそれぐらい時間をこれから使っていくって思ってください。だからその分いろんなことをやっていきます。ただ、1月2月に関しては、えっと、毎日投稿期間中みたいに、毎日投稿期間17日で20作品出したのか、ようやったなと思いますね。まあそこまでの作品数は出ないです。ただ、 なんだ作品数は出ないけど、満足度が高いチャンネル、皆さんに、みんなにね、まあ、満足してもらえるようなことをやっていきたいと思います。はい。そんな感じだね。伝えるべきことは、多分ね、伝えたと思うんだけど。 いかんせんですね、ちょっと頭が働いてないものでちゃんと伝えないといけないことを書いたものを見ないと忘れてることがあるかもしれないどこにいたまあ今見たところは特に漏れてることはなさそうですああいやいやあたあっ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 たえっとね1月に関してはねごめんなさいさっきお伝えした経緯みたいなことがあるのでちょっとライブを控えます ライブは控えるんですけど、もしかしたらゲリラ的にライブはやるかもしれないです。で、もしやるとしたら、まあ23時とか、普段動画を出している22時とか、まあ時間帯はそのぐらいになると思います。はい。で、まあ、このチャンネルに関しては、絶対毎週土曜日には、10時には必ず何かの作品は公開します。で、サブチャンに関しては、そうだ、サブチャンだ。サブチャンね、 あの、これまで毎週一回絶対公開してたんですけど、なんかね、メインを盛り上げるっていうことを考えるとね、サブちゃんはね、もう必要な時だけ上げるようにしようかなって、えー、思いました。今年はそういう風にします。なので、あの、なんだろうな、メインチャンネルの作品の補足的な動画とか、 あとは、その時々の、なんだろうなまあ、雑談動画的なものかな、が結構ゆるゆるっと上がっていくと思います。なので、サブチャインは、本当に他の YouTuber さんがやってるようなサブチャインみたいな感じに、ちょっとこう、方向転換していくかなって感じです。で、もっとこのメインチャンネルに、ま力を入れていく方向で、 進んでいきます。で、そういう情報をいち早くですね、キャッチしたいっていう人は、あの、ぜひね、ツイッターフォローしておいていただけると助かります。YouTube コミュニティだと、まあ、YouTube なんで、どうしてもね、書ける言葉が限られてくるんですよね。怖いんですよ。このチャンネル消えたらね、正直結構やばいんで、なるべく YouTube はおとなしく。でも、なるべく、なるべく、ね、行きたいところではあるんですけど。まあ、予防戦春に越したことはないんで、過激なことは結構 Twitter で言ってたりするんですよね。過激なことって言ってもそんなだけど。でもね、そのファンティアなこともあるし、Twitter でしか、あの、告知してないことも結構あるんで、まあ、公式アプリびっくりはてな、ね。 え、ブックマーク、ホームを画面に置いとくとか、ツイッター、せいや、SMR フォローするとかね。まあ一番、情報が多いのはツイッターですね。毎日投稿期間中とか、1日に7、8ツイートぐらいしてたんじゃないかな。っていうぐらい、もうツイートめっちゃしてたんで。まあ最新情報は常にツイッターで。 見れますあああとまだあったわカレンダーカレンダーこれね本当にちょっとあのすごい個人的にすごい悔いが残ってるんですよこれだけはねやるって言ってたんでねだからこれはちょっと改めてコミットさせていただきますえー、4月始まりのカレンダーを、えー、作りますで 紙のカレンダーにするか、えっと、待ち受け画面のカレンダーにするか、まあ、もしくはもう単純に普通の写真みたいな感じにするか、っていうのは、この1月2月のチャンネルの伸びとかえ、その辺の盛り上がりとかによって変えようとは思うんですけど、何かしらの形で絶対、 4月始まりのカレンダーを、えー、出します。まあ、新学期、えー、新社会人とか、えー、新しい部署とかね、そういう節目の時でもあり、あると思うんで、まあ3月中に4月始まりのカレンダーを出します。この約束は絶対果たしたいと思います。はい。 ま、新年早々からね、えっと、過去作品一気見動画とか、え昨日の動画とか、この動画とか、ちょっとなんか、トーク系の動画が多くなっちゃってますけど、大丈夫かな飽きてないみんな。飽きないでね。あの、ま、あ1月に関しては、 さっきもお伝えしたように、交通整理的な感じで、交通整備的な感じで、ASMR 七部作品と同じぐらいかな。ちょっとこうなんか、そういう説明動画的なのが、まあ、上がるかもしれないですけども。まあぜひですね。お時間がある時にでも、こうチェックしておいていただけると、嬉しいです。 で、なるべくね、あのー、こちらの方でも、告知。こういう作品、この日の何時にプレミア公開しますよとか、ちょっとできるだけ事前に告知しようと思うので、ぜひみんなで一緒に、プレミア公開だ。プレミア公開で、チャットで盛り上がりましょう。まあ、チャットしなくても、チャット見るだけでも、いいんで、ぜひリアルタイムで、 一緒に視聴していただいて、動画の感想とか、コメント欄で書いてください。最近なるべく、あの、コメントもですね、返すようにしてます。毎日投稿期間中はね、返せないコメントも多かったと思うんですけど、なるべくツイッターのリプとかも返してるようにしてるんで、で、返してなくても絶対見てるから、絶対見てます。 で、作品のリクエストとかもあったら、気軽に書いてください。採用するかわかんないけど、書いてください。お願いします。